皆さんこんにちは、あさひです。今日は3月のお気に入りのものをご紹介していきたいと思います。結構たくさんあるんですけれども、まず一つ目がですね、こちらヘルツスキンのフルフィルメントセラムウォーターインテンス90でございます。はい、こちらがですね、クミッキーこと船山久美子さんのブランドの商品でして、化粧水を塗る前、洗顔後すぐのお肌につける導入美容液ですね。でこの美容液の 90% が天然のフルボ酸が配合されているみたいで、私フルボ酸が入ってる化粧品って多分ね初めて使った気がするんですけど、でこのフルボ酸っていうのがですね、植物などが土の中の微生物によって分解されてできた腐食物質に含まれる高分子有機酸の一つ、ちょっと難しいんだけど、70種類の植物性のミネラルがたっぷり含まれていて、これを洗顔の後に塗ると、次に塗るスキンケアがより吸収されやすいように変化させてくれる力があるらしいんですよ。でかつ肌に必要ないものは外に吐き出すっていうような力もあって、肌に炎症が起きてたり毛穴が気になったり、あとなんかいつもの感じじゃないんだよねみたいな時に使うといいっていうことだったので、まさに3月は私花粉症の時期と風邪が相まってすごくね、鼻周りもそうですし鼻をよく噛んだりもしてたので、かなりね不安定だったと思うんです。だからこう鼻周りを中心に塗っていたんですけれども、もうこれのおかげもあってか、あとはこの後紹介するスキンケアのおかげもあってか、かなり手荒に扱ってたんですけれども、全くなんかお肌のトラブルっていうものは起こりませんでしたね。テクスチャーはですね、もうほんとお水のようにサラーっとしていて、少しこんな感じで黄色っぽい感じのお色があるんですけども、もう全く何も邪魔しない、もう本当に水つけてる感じですね。なのでお風呂上がりにこれをまず数滴つけて伸ばして、でその後にいつも通りの化粧水つけてみたいな感じでやってるだけです。でクミッキーさんのお話伺うと、やっぱり彼女もすごく肌荒れがひどかった時にこのフルボ酸に出会って、もうめちゃくちゃ肌がね改善して、それがきっかけでフルボ酸入りのスキンケアを作りたいっていうことで念願の商品化されたっていうことだったので、すごく説得力もあって肌にも優しいっていうところで、今後もね使っていきたいなと思う美容液でございました。はい、そして続いてがですね、こちらでございます。ドクターシーラボの VC100 エッセンスローション EX スペシャルです。これ自体はクリスマスコフレに入っていて、こう小さいサンプルのものを使ってたりとかしたので、初めて使うっていう感じではなく、ずっと好きな化粧水ではあるんですけども、このビッグサイズのポンプっていうのがね、もうめちゃくちゃ使いやすくって、スペシャルっていうのがよくあるオレンジのパッケージの VC100 エッセンスローションのもう一個上の最高峰ラインになってまして、高浸透のビタミン C がさらにたっぷりと配合されていて、あとは次世代プラセンタもこの VC シリーズでは初めて配合されていて、あとはヒアルロン酸も配合されてますね。でテクスチャーがとってもリッチで、こんな感じでちょっとねこのとろみがあるようなテクスチャーなんです。で色もビタミン C っていう感じのほんのりオレンジ色をしていて、ドクターシーラボのねこのオレンジの爽やかな香りがします。でとろみもあるんですけれども、肌にもねギューッとすぐにこう浸透してくれてる感じがあって、ですごくお肌にもねもう伸び広がるっていうか、ツヨーってね言ってくれるんです。でツヤもとっても綺麗に出てくれるし、張り感も出てくれて、もうほんとこれ塗っとけばすごく安心っていう感じのお肌になるので、とっても好きです。季節的なこととか摩擦的なこととかも含めて、このぐらいのリッチさの方が私はすごく安心感があって、とっても愛用してました。本当にこれ大好きです。そしてこの流れでつけていた美容液がですね、もう一つこちらでございます。ポーラのホワイトショットフェイシャルセラムです。とってもビビッドですごく可愛いパッケージなんですけれども、今期発売されたポーラの、ホワイト美白系の美容液ですね。すごく新しい技術が搭載された美容液で、肌の深いところまでこう落ちてしまったメラニンの色素っていうところが肌を暗く見せているっていうところを発見しまして、そこにこう効かせてくれるような新成分が配合されていたり、3種類の有効成分プラス7種類のポーラオリジナルの成分っていうのが配合されている美容液で、とっても期待感を持ちながらねこれは使っております。これもすごく水のようにシャバッとしたテクスチャーで、もうこれも全
全く他のスキンケアの邪魔をしないです。で、水のようなテクスチャーなのに本当にこれもギュ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 ッともう肌にこう吸い込んでくれるような感じで、このテクスチャーだったらしっかりと肌の奥まで浸透して効かせてくれてるんだろうなっていう気がしちゃいますね。肌の色の均一さみたいなのはなんとなく出た気はしなくもないんですけども、多分これからもっと日差しも強くなって肌への刺激がねどんどん降り注ぐ中で、秋頃かな、こう使い続けてその頃にあちょっといつもと違うかもだったりとか、やっぱりこれ使っててよかったかもっていう体感があるんじゃないかなっていうふうに思っていて、今すぐなんかこんな感じでよかったっていう感じではないんだけども、すごい浸透感がいいので私はそのままお肌の上に2プッシュつけて肌になじませるっていう感じで、しっかりとこの成分を惜しみなくお肌にだけこう浸透させるようなつけ方をしています。はい、そして続いてね、下地が2種類、お気に入りがあるんですけれども、まず1つ目こちらです。インウィのグロープライマーです。これはアットコスメの購入品だったりとか、最近花粉症のメイクをねあげたんですけども、それでも愛用しているもので、少量でもすごくね伸びがよくって、こんな感じになじませると分かりますでしょうかね、ちょっとこうツヤがみなぎるようなお肌に見せてくれます。本当にお肌自体がツヤっと輝くような感じに見せてくれます。半分つけるとこんな感じですね。どうだろう、ちょっとこう顔の角度とかでツヤ感が違うのが分かりますでしょうか。で、私はこれを顔の中心部分だったりとか鼻筋に、入れていて、鼻風邪で鼻をかむことが多かったんですけれども、ファンデがちょっと取れちゃったとしてもベールをまとうかのようにこの下地がこう残ってくれているので、そんなにお肌がこうパサッとした感じに見えないので、お化粧が崩れても綺麗だったのはこれのおかげもあるなっていう感じがしています。本当に少量でもうお顔が作れちゃうから全然ねまだまだ持つなっていう感じがしますね。一応ね SPF25 の PA2 プラス日焼け止め効果もありますが、どちらかというと私はこのお顔のハイライトの代わりみたいな感じで部分的に使うことが多いので、自然なハイライト効果をお顔に出したいっていう方とかにはすごく向いてるんじゃないかなと思います。はい、そして続いてがこちらです。プリマビスタスキンプロテクトベース皮脂崩れ防止 UV50 のベージュカラーですね。はい、これなんか最近発売されたのかな、色が全部で4色展開だったと思うんですけども、一番なんかベーシックなこのベージュっていうカラーを私は使ってまして、最近の私の使い方として目尻ですね、花粉症とドライアイの目薬をつけるようになりまして、結構ねアイライナーが取れるなっていうのがね気になってたんですね。アイベースっていう手もあるのかもしれないんだけど、より薄膜でピタッとお肌に密着した感じで、かつこうよれない感じにできたので、とってもねそういう使い方として良かったです。私は本当に少量を目尻側、あとはコンシーラーがこう詰まりやすいところにもちょんちょんってのせて薄くなじませたり、他にも鼻周りですね、ここら辺も崩れやすいのでここら辺も薄くつけてっていう感じで、いつも通りのファンデーションをつけていくっていう感じ。今までよれてたのって皮脂だったのかなっていうぐらい、本当に目尻のアイライナーのよれっていうのがなくなって、とってもね一日中綺麗な状態でいられてすごい感動したんです。でもっとね夏場になってきたらつける範囲とかも増えてくると思うんですけど、もう今のうちからでもだいぶ活用してきてるので、今期かなり私のメイクを助けてくれるんじゃないかなと思ってます。はい、そして続いてがですねリップなんですけれども、こちらフジコのノールックリップ01番です。お色がキュンなローズっていうねこちらのお色です。今私がつけているこのカラーなんですけれども、一色塗りでこんな感じです。名前の通りノールックリップっていうことで、もう鏡なくしてこのままグリグリとリップクリームを塗るように塗っても綺麗にできちゃうよっていうね、日常使いしやすいアイテムだなっていうふうに思っていまして、でこれは朝保育園に送り出しに行ったりとか、ちょっと外に出てちょっとこう人と対話するような時とか、そういった時にすっぴんでもサクッと濡れてツヤも出て血色も出て顔として成立してるっていうような時に大活躍してました。でティッシュオフするとこんな感じで
まあそれなりにこう映っちゃうかなっていう感じはありますね、うん、だからそこまで色持ちがいい感じではないですけども、本当にリップクリーム感覚でスルッと塗れて血色づけれるっていうところで、まあ、例えば色持ちのいいリップを仕込んでおいてプラスアルファのツヤ出しだったりとかリップの塗り直しの時にノールックでこちらを使うっていう手もすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、唇が乾燥する感じも全くないし、本当に安心感があるリップですね、こちら。はい、スキンケアコスメは以上になりまして、続いて食品になるんですけれども、もうめちゃくちゃハマってたのが2つあって、まず1つ目が、こちらなんですけれども、カルディで購入したソニョンの韓国伝統味付け海苔でございます。このパッケージのものは今までもカルディで10枚入りのものが包装になっているものが10個入ってるっていうね、こうかなり大きいサイズのものを今まで購入してたんですけれども、100枚まとまって入ってるっていうものが最近発売されてることを知りまして、もうこれ10食べちゃうね。こんな感じで、あともう40枚30枚ぐらいかな残ってるんですけども、わかります？中にもこのまま入ってます。大きさ的にはこういうね韓国海苔なんですけども、小腹が減った時のおやつにもなるし、おかずがない時にご飯に巻いて食べたりとかね。うん、美味しい。次もまたカルディ行った時売ってたら絶対買うなっていうぐらい超食べております、これ。はい、そして続いてもうこれもめちゃくちゃハマってます。こちらスキニーギップドっていう、アーモンドにダークチョコとシーソルトがコーティングされているっていうものになるんですけれども、これアイハーブで購入しました。表面がサラッとしたコーティングになっていて、ちょっとこうついたりするね、カカオパウダーみたいなのが。で、これが見てください、もうチョコがめちゃくちゃスキニーなんですよ。薄くない？チョココーティングのものだとだいたいこのぐらいさ、チョコの厚みあると思うんだけど、かなり薄くチョコがコーティングされていて、かつスーパーダークのチョコレートだから甘さも控えめで、でシーソルトの塩味もちょっと感じられて、もうね止まらないんですよ。最近出かけるときカバンの中にこれそのままポンって入れて、おやつ代わりにしたりとかもしていて、とってもハマってます。そして3月のお気に入りの最後はですね、もうここ最近の動画ずっと私鼻風邪でとか花粉症でっていうのをずっと言い続けてるんですけど、もう3月はひたすらに鼻うがいをしておりました。はい、それで使ってたのがこちらになるんですけれども、これもアイハブで購入したものになります。で、これがニールメットっていう読み方合ってるかな、ブランドのサイナスリンス、こんな感じでお湯に溶く鼻水と同じ塩分濃度にしてくれるこの粉ですね。粉を、まあ、収納できたり、あとはここに乗せると乾かせるよっていうね、台もセットで洗面台に置いてっていう感じで、もう日常的に使ってたんですけど、これめちゃくちゃ助かりました。このボトル自体は別のブランドのものなんですけれども、ニールメットでも同じような形状のもので洗うものありますね。朝一起きてすぐもうこれでまず鼻うがいをすると、でもうかなりね炎症起きて黄緑っぽくなっちゃっている鼻水とかもねかなり溜まってたので、もうとにかく気持ちいい。もうシュッてやるとドロドロドロって本当にたくさん出てくるので、汚い話をするとね、鼻うがいやってなかったらもうこの中どうなってたんだろうっていうぐらい、もう溜まったらちゃんとスッキリとこれで出せて、鼻通りも良くなってっていう感じで、かなりこれのおかげでストレスがなかった気がしますね。まあ花粉はもちろんなんですけども、保育園で息子の風邪をね鼻風邪とかをよくもらってくるので、まあ予防も兼ねて日常的にこれはやり続けていきたいなっていうふうに思っています。はい、ということで今日は3月のお気に入りたくさんご紹介していきました。まあ、季節柄みたいなものもいろいろとあったかなと思うんだけども、まあ、これから夏に向けてもかなり活躍してくれるアイテムがあったんじゃないかなと思います。はい、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで最後までご覧いただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。